皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでも分かる通りついに開幕だということで、今週金曜日に迫ったね J1 第1節スコア予想について紹介していきたいと思います。まあ、ここにスコア予想とね、まあ、大体に書いてあるもののスコア予想というところプラスね、まあ、両チームの、分析というか、まあ、昨シーズンからどう戦っていくのかだったり、まあ、開幕戦の、ね、スタートダッシュ含めて話していきたいと思いますし、まあ、結構ね1試合1試合やっていくと、まあ、計10試合あるんで長いということでね、こちら今回パートナーということで、まあ、パート2は明日出すんですけど、パートナーということで最初にね5試合の方を紹介していきたいと思います。まあ、ここにも書いてある通り、開幕戦の近陣の神奈川ダービーっていうところね、今週に迫っている神奈川ダービーだったり、まあ、その他ね、上腹体制のスタートダッシュになるかっていうことを含めて、まあ、計5試合今回紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください。はい、ということですね。まず1試合目の方から、紹介していきたいと思います。まあ、このね、タイトルというか、まあ、書いてある通り、まずは1試合目は、なんといっても近J ということで、開幕戦の川崎ロンタレ対横浜 F マリノスというところについてね、喋っていければなと思います。まあ、川崎ロンタレだったりというところはね、結構いろんな動画で喋ってるんで、まあ、そこまで詳しくというところはねないんですけど、まあゼロックススーパーカップというところも無事優勝して、勢いに乗ってね、挑む2021年シーズンになるのかなと思います。昨シーズンはまあ知ってる方というか、まあ、J リーグファンなら知ってる通り、優勝を果たしてね、まあ、勝ち点83という形で、まあ、独走状態というところで、J リーグを勢いよくね、制覇しました。得点88、31点というところでね、まあ、文句のつけどころのないような、素晴らしい結果を残してね、独走優勝というところをしましたんで、まあ、今シーズンはゼロックスというところでね、まあ、タイトルを早くもね、一つ獲得しましたけど、まあ、そこに加えて、リーグ戦の連覇だったり、ACL というところもね、まあ、個人的には ACL というところの、まあ、川崎ロンタレがね、アジアでどこまで通用するのかというところがね、非常に気になるところでもありますんで、まあ、リーグ戦の連覇というところももちろん目指してほしいですけど、ACL のタイトルというところもね、まあ、日本の代表として、目指していってほしいのかなと思います。まあ、いろんなチームがね、ACL というところをここ数年挑んでますけど、まあ、なかなか結果が出ずというところで、まあ、この川崎ロンタレはね、もう日本屈指の、パスサッカーというところで、J リーグをね独走して優勝したというところもありますんで、まあ、そういうところを含めて、まあ、このパスサッカーが、どこまでアジアで通用するのかというところも期待しつつ見ていければいいのかなと思います。まあ、アジアカップというか、まあ、ACL というところで、ね、兼ね合いとなると、まあ、メンバー選考だったりというところが非常に難しくはなると思いますけど、まあ、そこを含めて、この冬の移籍動向というところはね、川崎ロンタレは充実した補強ができたのかなと思いますんで、ぜひ、ね、そこは問題なくいけたのかなと思います。それに立ち向かうというか、対する、横浜 F マリノスですね。昨シーズンは9位、まあ、ギリギリ一桁フィニッシュというところで終えました。得点が69、失点が59というところで、まあ、得点がもうちょっと出てこないと、横浜 F マリノスというところはね、まあ、もちろん69得点というところは非常にね J リーグの中でも高いところなんですけど、まあ、失点というところがねその分ちょっと多くなってしまっていて、まあ、ハイラインを敷いて、その裏のところをね、まあ、キーパーだったり、俊足のチアゴ・マルチン選手含めてカバーするっていうサッカーなんですけど、まあ、そこは、昨シーズンはハマりきらずというところでね、まあ、ハマったらもちろん一昨年ですか、というようにね、まあ、優勝というところができるんですけど、まあ、昨シーズンはそこまでうまくハマらず、まあ、対戦相手にですね、研究されたというところもあると思いますけど、まあ、なかなか、そこがハマりきらずというところでね、まあ、ちょっと失点が増えてしまったのかなと思いますんで、まあ、そこを今季改善してね、いければいいのかなと思います。まあ、そういうところを含めて、この冬の意識どこというところで、大分トニータから岩田選手を獲得したりと、まあ、守備の補強を重ねつつ、まあ、全体的に、フォワードのところもね、補強できていますんで、まあ、そこはね、問題ないのかなと思いますし、戦力的にも、J リーグ屈指の戦力層を誇っている横浜 F マリノスですので、まあ、この近J というところはね、開幕戦何が起こるかわからないというところはね、まあ、この J リーグの楽しみでもありますんで、ぜひね、打倒川崎というところを含めてね、頑張っていってほしいのかなと思います。まあ、川崎ロンタレというところの注目選手はですね、まあ、もちろん三笘選手なのかなと思いました。まあ、なんだかんだ言っていろんな選手を選出しようかなというところでしたけど、結果的にまあ、一番注目してるであろう、三笘選手というところを今回挙げさせていただきます。まあ、対するですね、横浜 F マリノスの注目選手というところで言えば、中川選手を挙げさせていただければなと思います。まあ、優勝したシーズンというのはね、マルコス・ジュニョン選手含めてですね、非常に攻撃陣が活性化されたというところを含めて、あそこの、非常にインパクトのある優勝をできたのかなと思いますので、まあ、昨シーズンコンディション面でね、まあ、ちょっと不調などがあり、まあ、なかなか、結果を残せなかった中川選手はね、まあ、昨シーズン不甲斐ない結果に終わったというところも言っていますので、
まあ、今シーズンこそは、浜の海賊さ、スピードスターがね、復活というところを遂げて、まあ、この開幕戦からどんどんね、得点というところを量産していってほしいなというのが個人的な印象でした。まあ、この中川選手含めて、マルコス・ジュニア選手だったり、湯野選手はね、まあ、この、川崎フロンターレの守備陣を崩せる、確実にね、力を持っていますんで、まあ、そこの、まあ、川崎フロンターレが持つ時間が長くなったとはいえ、横浜 F ・マリノスの、一発のカウンターというところをね、含めて、まあ、この試合は非常に見どころが多い点なのかなと思いましたんで、ここね、開幕戦、ビシッと締まった試合を、ぜひね、金曜日の J リーグというところで、見せてほしいのかなと思いました。まあ、最後にですね、一応、このスコア予想というところをね、ちょろっとさせていただくと、3対1で川崎4対の勝利なのではないかと、今回予想させていただきました。まあ、ですがね、横浜 F マリノスというところもね、全然勝機あると思いますので、そこを含めてね、ぜひ頑張ってほしいのかなと思います。はい、ということですね、続いて2試合目の、試合を、分析していければなと思います。コンサドーレ札幌対横浜 FC の試合を、紹介していきたいと思います。まあ、こちらもね、非常に見応えのある、試合になるのかなと思います。こちらは、札幌ドームで行われるコンサドーレ札幌の、ホームの開催となっています。まあ、昨シーズンの分析からいくと、昨シーズンコンサドーレ札幌は12位という結果に終わっています。勝ち点が39で、47得点、58失点ということで、まあ、失点がね、ちょっと上回ってしまっているというシーズンになりました。まあ、シーズン途中ね、ちょっと崩れる場面などもあって、なかなか勝てない試合が続くも、まあ、結果的には12位というところでね、まあ、踏ん張ったシーズンなのかなと思いました。まあ、得点というところもね、注意に沈んでしまっていて、失点というところは、まあ、下から数えて6番目ですか、というところで、まあ、なかなか、失点が増えてしまったのが、ここまで、沈んでしまった要因でもありますし、一桁フィニッシュで終えれなかったというところもね、あるのかなと思いました。まあ、逆にですね、選手層というところで言えば、若手の台頭ということが、非常にね、目立ったシーズンなのかなと思います。まあ、誰もが知っている通り、ルーキー3選手というところはね、今年、背番号ですか、というところが一桁番号に上がって、まあ、そこもね、コンサドーレ札幌陣営からしても、非常に、期待を込めた、これから頑張ってほしいというところを期待を含めてね、その背番号を渡したと思いますんで、まあ、ディフェンスラインの田中俊太選手だったり、まあ、ミッドフィールダーの、ね、高峰選手、フォワードの金子拓選手というところを含めてですね、まあ、この3選手には特に注目してほしいのかなと思いました。まあ、そういうところで、先に発表しますと、このコンサドーレ札幌の注目選手として、9番の金子拓選手を挙げさせていただければなと思います。まあ、攻撃陣というところは非常に特徴のあるコンサドーレ札幌で、ルーカス・フェルナンデス選手がいたり、まあ、センターフォワードのところで、ね、ジェイ選手いたりというところで、まあ、ペトロビッチサッカーというところでね、ツーシャドウが主な、この金子選手の起用方法だと思いますけど、まあ、そこでね、9番というところを背負いましたんで、ぜひね、得点というところを量産して、今シーズンにはね、フォーカスして頑張っていってほしいのかなと思います。まあ、その他、高峰選手だったり、田中選手というところを含めてね、まあ、期待値の高い、東京五輪世代というところもありますんでね、ぜひ、コンサドーレ札幌でアピールをして、まあ、そこから、東京オリンピックの本メンバーというところもね、選ばれるように頑張っていってほしいのかなと思います。対する横浜 FC ですね。横浜 FC は15位というところでフィニッシュをしました。勝ち点33で38得点、60失点という形に終わっています。まあ、ちょっとね、失点というところが、コンサドーレ札幌と、まあ、2位だけ変わっていて、下から3番目という形になっているんでね。まあ、ちょっと失点を減らしていかないと、厳しい戦い、今シーズンになってしまうのかなというところですね。まあですが、センターバックで活躍をしていた小林選手というところが、ヴィッセル神戸に戻ってしまったりと、まあちょっとね、守備ラインのところで低くなってしまっていますけど、まあ既存のメンバーのところで言えば、井ノ原選手がいたりというね、まあベテランの選手もいますんで、そこでね、まあ、なんとか踏ん張っていってほしいと思いますし、まあ何より、六段選手というところを完全に獲得できたのは、まあここね、非常に大きいところなのかなと思います。フォワードのところで言えば、まあ結構総入れ替えという形になって、皆川選手だったり、斉藤幸喜選手ですか、というか移籍してしまったものの、渡辺和馬選手だったり、ジャミン・リョウ選手含めて、まあ面白いね、特徴のある選手というところが加入しましたんで、まあそこのね、キャンプのところでどこまで仕上がっているかというところも問題ですけど、まあ非常にね、コンサドーレ札幌に勝てるというところはね、あると思いますんで、頑張っていってほしいのかなと思います。まあここの予想スコアとしてはですね、一応発表していただくと2対1で、コンサドーレ札幌の勝利なのではないかと、個人的には予想させていただきました。はい、ということですね、3つ目の、試合を予想していきたいと思います。浦和レッズ対 FC 東京の試合を、紹介していければなと思います。まあこちらもね、非常に面白い試合になっていると思いますし、まあ浦和レッズ対 FC 東京というところで、まあちょっと因縁だったりというところもあるのかなと思いますけどね、開幕戦からやるというところで、まあここがね、勝ったチームが非常に開幕戦ダッシュというところでね、勢いに乗れると思いますし、そこを含めてね、頑張ってほしいのかなと思います。
まず浦和レッズのところで紹介していくと、昨シーズンは10位というフィニッシュをしました。勝ち点46で43得点56失点という形に終わっています。まあ失点というところもね、まあ、下から中の下という形に沈んでしまっていて、まあ、そこがねちょっときついところになってしまったのかなと思いますけど、まあなんといってもリカルド・ロドリゲス監督が、ね、就任して、まあ、新たなサッカーを目指していくっていう上でね、まあ、今季は非常に楽しみな浦和レッズになっているのかなと思います。まあ、個人的な注目選手として、まあ、開幕スタメンなのではないかとね、予想している武田選手をね、挙げさせていただければなと思います。プロ2年目ということで、まあ、昨シーズンはですね、3試合というところに出場が留まってしまったものの、まあ、今季のキャンプからね、非常に得点を量産して、調子がいいというところを含めてね、まあ、今季の活躍に、個人的には期待しているところもあります。まあ、この武田選手っていうところがね、活躍してくれば、どんどん若手の台頭というところもね、著しい浦和レッズですので、まあ、リカルド・ロドリゲスサッカーをね、体現できている、この武田選手であれば、ぜひね、開幕スタメンというところも全然あり得ると思いますんで、そこで開幕スタメンを飾って、初得点というところを目指してね、頑張っていってほしいのかなと思います。まあ、その他にもですね、新加入選手含めて、田中選手だったりっていうところ、いろんな選手いますけど、まあ、ここまでの、開幕戦までのリカルド・ロドリゲス監督の、サッカーというところがどこまで浸透しているかというところを含めてね、まあ、この試合は注目して見ていければいいのかなと思います。対する FC 東京ですね。FC 東京は6位というフィニッシュをしました。47得点、42失点ということでね、まあ、ACL 圏内というところまであと一歩でしたけど、タイトルというところがね、まあ、何より取れたのが非常にこの FC 東京にとって大きな、価値なのかなと思います。まあ、今季は、ルヴァンカップ王者というところでね、挑む2021年シーズンになりますけど、まあ、ぜひね、打倒川崎含めて、J リーグのタイトルを、J リーグというか、J リーグのリーグ戦のですか、タイトルというところを目指してね、頑張っていってほしいのかなと思います。まあ、ここはね、J1 リーグですか、第1節10試合ありますけど、まあ、特に、注目の試合になっていると思いますし、特に土曜日のところで言えば、1位ぐらいの、個人的には注目している試合でもありますんで、ぜひね、注目して見ていければいいと思いますし、まあ、何より、開幕戦が埼玉スタジアムというところで、まあ、観客はね、前には入れられないものの、まあ、熱というところもね、久しぶりに、選手含めて感じれるところなのかなと思いますんでね、ぜひ、注目してみていければいいのかなと思いました。まあ、一応、スコア予想のところで言えば、まあ、ちょっとこのスコア予想は難しかったですけど、1対2で、FC 東京は勝利するのではないかと、今回予想させていただきました。まあ、FC 東京はね、昨シーズンからというか、まあ、ここ数年の積み重ねというところでね、まあ、挑む今シーズンになりますんで、まあ、そういうところを含めると、まだまだね、これからが成長を著しい浦和レッズですけど、まあ、開幕戦の時点で言えば、FC 東京の方がちょっと分があるのかなと、個人的に予想させていただきましたけど、まあ、ぜひね、この予想を覆すぐらいの浦和レッズには期待していますんで、頑張っていってほしいのかなと思いました。はい、ということですね、続いて4試合目ですか、の紹介は、サンフレッチェ広島対ベガルタ仙台の試合を紹介していきたいと思います。サンフレッチェ広島の方から紹介していくと、昨シーズンは8位ということで、まあ、ギリギリね、一桁フィニッシュというところで終えました。勝ち点48で46得点37失点というところで、まあ、37失点に関しては相変わらずの、まあ、素晴らしい成績だと思いますし、4チーム目ですか、4チーム目で少ないということで、名古屋グランパス、川崎のタレに続いて、少ない失点数になっています。まあ、得点というところはね、昨シーズン15得点以上上げていた、レアンドロ・ペレラ選手というところが、まあ、退団してしまったものの、ジュニア・サントス選手というところはね、まあ、代わりといってはなんですけど、加入をしたというところがありますんで、まあ、そこのフィット感というところも問題なく、行えているのというところもね、情報で入っていますんで、まあ、開幕戦というところでね、ゴールにも期待していきたいと思いますし、まあ、ちょっと心配なところで言えば、ここ数日の練習というところで青山選手が怪我をしてしまったのではないかというね、まあ、情報もちょくっと入っていますんで、まあ、そこが気になるところではありますけども、何よりね、今シーズンリーグ戦タイトルを目指しているという上で、まあ、このサンフレッチェ広島、開幕戦ダッシュというところはね、確実に、まあ、逃せない一戦になると思いますんでね、打倒ベガルタ仙台というところを含めて戦っていってほしいのかなと思います。対するベガルタ仙台ですね、ベガルタ仙台は、17位というフィニッシュで、終えました。勝ち点28で36得点61失点ということで、まあ、明らかにちょっと失点数が多くなってしまったシーズンなのかなと思います。まあ、ですが、テクラマリ監督というところがね、久しぶりに就任をして、まあ、一から頑張っていくぞというところで、始まっていく今シーズンになりますんで、まあ、得点というところもそうですけど、先ほど言ったように失点というか、まあ、守備の再築というところでね、まあ、重きを置いて頑張ってきたこのキャンプというところだと思いますんで、ぜひね、そこに期待しつつ頑張っていってほしいのかなと思います。まあ、この開幕戦のスタメンの予想として、1対0でサンフレッチェ広島の勝利予想とさせていただきました。サンフレッチェ広島の注目選手のところで言えば、まあ、何より森島選手というところが注目になっていくと思いますし、まあ、10番を背負うね、2シーズン目になりますけど、まあ、得点というところを含めてアシストもね、どんどん
上げていって、昨シーズンよりね、上げていってほしいと思いますし、まあ、対する、ベガルタ仙台というところで言えばね、長澤選手、大黒柱でもあった長澤選手が抜けた、穴にね、横浜 FC から加入した皆川選手というところのね、まあ、泥臭さだったり、得点というところに期待しつつ見ていければいいのかなと思いますんで、まあ、このね、サムリッチ吉本ベガルタ仙台ということも、注目して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね。続いて5試合目ですか。の紹介は、大分トリニータ対徳島ヴォルティスの試合を、紹介していきたいと思います。まあ、こちらもね、非常に面白い試合になるのかなと、個人的には予想しています。大分トリニータは、昨シーズンが11位というところでフィニッシュをしました。勝ち点43で36得点45失点という形で終わっています。まあですが、45失点というところで、踏ん張っていた守備陣というところでね、まあ2選手抜けてしまったというのは非常に痛い放出になってしまったのかなと思います。まあ、何よりね、J3 時代から、支えてきた鈴木選手というところがいなくなってしまったり、まあこれからのね、期待の選手でもあった岩田選手というところが移籍しまって、まあここはね、非常に、はまりきらないと、まあ失点というところは、守備の崩壊というところもね、招きかねない今シーズンになるのかなと思いますんで、まあそこを含めてね、守備というところは非常に注目して見ていければいいのかなと思いました。対する、徳島ヴォルティス、まあ何よりね、知ってる通り独走優勝というか、まあ1位でね、J2 を優勝して挑む今シーズンになりますんで、まあ、リカルド・ロドリゲス監督がね、退任というか、まあ、ウラレツに移籍してしまってね、まあ、新たな監督というところが開幕戦に間に合うのかというとね、問題もありますけど、まあ、久しぶりの、J1 というところでね、暴れ回ってほしいと思いますし、徳島旋風というところで、ね、巻き起こすように頑張っていってほしいのかなと思います。大分トリニータの注目選手のところは、川崎フロンターレから移籍してきた下田北斗選手というところを挙げさせていただきたいなと思います。まあ、この移籍はね、結構、下田選手的にも、まあ、個人的にはハマるのかなという印象で、まあ、キックだったりというところが特徴の下田選手でもありますんで、まあ、ここはね、中盤の核として、まあ、島川選手というところも移籍してしまいましたんで、今季はね、中盤の核として、ぜひね、頑張ってきてほしいのかなと思います。まあ、対する徳島というところもね、ボランチの選手を挙げさせていただきたいなと思いまして、藤田選手を挙げさせていただきます。まあ、藤田し、ジョエル・チマ選手というところはね、東京ヴェルディの若き主砲として、まあ、これから活躍していくのかなというところでしたけど、まあ、個人的にもびっくりのニュースで、徳島への移籍というところが決まりましたんで、まあ、初の J1 挑戦というところに なりますけど、まあ、まずはね、開幕戦のスタメンというところで勝ち取って、まあ、そこからどんどん成長していってほしいと思いますし、まあ、まだまだ若い選手でもありますんで、ここからね、徳島、ヴォルティスのね、代表する選手となれるように、まあ、今季の活躍というところも期待していければいいのかなと思います。こちらの、予想として、大分トリニータ対徳島ヴォルティスは、1対2で、徳島ヴォルティスの勝利なのではないかと、個人的には予想させていただきました。まあ、昨シーズンからの勢いというところでね、今シーズン乗り込んでくるわけですので、まあ、そこはね、逆に大分は、まあ、この J1 の意地というか、昨シーズンから戦っている J1 の意地というところを見せてね、頑張ってほしいと思いますし、逆に、徳島ヴォルティスは、J2 チャンピオンとして挑む、2021年シーズンになりますんで、そこの意地っていうところを見せてね、まあ、両者のプライド、バチバチになる試合になると思いますんでね、ぜひ期待して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は5試合ですか。開幕戦の川崎フロンターレ対横浜 F マリノス。で、土曜日に行われるコンサドーレ札幌対横浜 FC、浦和レッズ対FC東京、サンフレッチェ広島対ベガータ仙台と、大分トリニータ対徳島ヴォルティスのね、5試合について紹介させていただきました。残りの5試合はですね、明日のパート2というところで紹介していくんでね、まあ、そこも、見たい方はぜひね、お楽しみにしといてくださいということで。まあ、この前半戦に紹介した5試合ね、まあ、どれも面白い試合になっていると思いますし、まあ、特にこの5試合の中では、まあ、近J の開幕戦だったり、浦和レッズ対FC東京というところがね、まあ、個人的には注目している試合でもありますんで、まあ、その他の試合ももちろん注目ですけど、まあ、このね、サポーターの方々ぜひね、応援できるように、個人的にも応援していきたいと思いますし、頑張っていってほしいのかなと思います。まあ何度もね、ここ最近の動画で言ってますけど、この開幕、J リーグが開幕するにあたって、いろんなコロナ禍の影響の中ね、まあ医療従事者の方含めて、いろんな支えがあって、まあこの開幕っていうところに至ると思いますんで、まあそこの感謝を忘れず、まあサポーターの方々もちろんね、選手の方々にも、感謝をね、して頑張っていってほしいのかなと思いました。まあいよいよね、金曜日ですか、始まる J リーグというところでね、個人的にも楽しみになっていますんで、まあもう J リーグファンの方々ね、一人ずつ楽しんでいくというところね、前提に、まあ2021年、開幕を迎えてほしいのかなと思いました。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあここ、昨シーズンからですか、いろんな J リーグニュースを上げていますけど、まあ何よりね、楽しむというところを忘れず、開幕戦を全員で迎えていければいいのかなと思いました。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。